この後はクロスファイトビーダマン。会ったことない神様など信じやしない、ダサめいた隙間など軽やかに追い抜いて、今始まりの予感、目覚めよ日々の中にスリルも時のレッドドラゴン使いのあいつは、僕と同じ学校に。カケル、ぼーっとしない。ごめん、大丈夫かい龍ヶ崎くん。小村直也くんか、やるわね。転校早々クラスに馴染んでるみたいだし。あのすごい命中力、もしビーダーだったらコントロールタイプですよ。稲葉さん、何それ。それミステリーで、両親の仕事の都合で急にサウスシティから引っ越すことになりまして。あなるほど。でも、まさか直也くんも本当にビーダマンをやってたなんて。ええ、このビーダマンを使って友達とよく遊んでいました。おお、赤のドラゴンタイプ。偶然だね。カケルもドラゴンタイプ使ってるんだよ。う、青いやつ。まあね。どれどれ、見せてごらんよ。うん、とてもよく手入れされてるな。君が大事にしてるのがわかるよ。ビーダマンを好きな人に悪い人はいないからね。あ、そっか、確かに夏美の言う通りかもしれないけど。どう思う、ドラシアン。うん、いつもメンテナンスしてるんですよ。それじゃあ、二人ともまた明日ね。じゃあ、この間は大変失礼しました。僕こそ。君と同じ学校に転校するのは事前に分かっていましたからね。パーティーのついでにぜひ挨拶しておきたくて。ほう、やけにいろいろ詳しいんだな。こっちはお前たちの存在すら知らなかったが。おいおい、そんな目で見るなよ。同じドラゴンタイプだろ。記憶には全くないかな。そうなの？うん、俺だってそうさ。ただし、直也には特殊なツテがありましてね。君たちの知らない情報も少しは掴んでいます。ちょうどよかった。続きはクロスファイトの会場でどうですか？はい。諸君、今回から東ブロックに新たな選手が加わることとなった。彼、本村直也くんじゃ。皆さん、よろしく。本村くんはサウスシティの南ブロックで活躍していた選手じゃ。だがこの度、東ブロックに移籍することになっての。彼はおじい様のお気に入りですのよ。ああ、やめてくださいよ、ルリさん。うん、確かにホムラ君はビーダーマンに関しては大人顔負けじゃからな。ひっしゃ、あれって WBMA の中じゃねえか。うちの直也は WBMA の特別スタッフなのさ。ま、いわゆる天才少年ってやつだな。こら、ドラグレン。天才少年ってとんでもない。僕はただ子供なりに参考意見を述べてるだけで。
私のビーダマンもホムラさんのアドバイスを元に作られたんですのよ。なるほど、あの時あんなとこに入れたのはそういうわけだったんだ。うん、ミステリー。ほう、そんなやつがおったとは。北と南のブロックは別リーグ扱いで試合の中継もないからな。なあなあ、もしかして秘密のすっげーパーツとかもらえちゃうわけ？は、そんなものなくても直哉ならランキング1位くらい楽勝だ。こらドラグレン、なんなら今すぐ証明してやってもいいが。キシャ、言ってくれるぜ。東ブロックを甘く見るなよ。いやいやいや、決してそんなつもりじゃ。なんか厄介なことになっちゃったな。今回の競技はグランドアラウンドアタック。ただしゴンドラの回転速度はより一層パワーアップしています。よっしゃ、この競技なら俺のもんだぜ。調子に乗るなよ。今回は俺様も対策をバッチリ立ててきたぜ。せやな、確かに回転速度が上がったんならグリップも必要だし、足の裏にラバーシールを貼るのは有効かもな。しゃ、真似すんな。立てる、俺たち。うん、準備ゼロ。これ、よければどうぞ。え、でもこのパワーマントもどうです？様々なパーツに慣れておくのもこれからは必要ですよ。ありがとう、ホムラ君。じゃあ遠慮なく借りるね。キシャ、おい、俺たちもパワーマントだな。ゼッケンナンバー1、龍ヶ崎選手、スタンバイ。はい。3、2、1、ビーファイ。いってー。なんという猛回転。もしグリップを失えば。確かにすごい回転だ。でもこれならいける。激流ドライブ、いっけー。メタルアクセルコラッシャー。龍ヶ崎選手、スーパーショットだ。これは記録が伸びそうです。やるやないか、カケル。これは俺たちも。じゃあ負けてらんねえぜ。俺もだ。ありがとう、助かったよ。これ、いえ結構です。それは取っておいてください。う、僕には必要ないですし、ご遠慮なく。同じドラゴン使いじゃありませんか。 B アニマルの中でもドラゴンは特に謎が多い存在です。でもそれだけ B クリスタルの秘密を解き明かせる可能性を持っているはずだ。だから僕はあれを君だけに見せたんですよ。まあクラスメートに気に入られたい気持ちも少しはあったみたいだけどな。こら、ドラグレン。ゼッケンナンバー5、ホムラ選手、スタンバイ。あいつチューナップギア何も持ってないぞ。どないするつもりやろ。3、2、1、ビーファイ。グラビティアーム。くっ、ドラグレンの両腕が変形した。はあ、あの腕だ。あのハンドルみたいな形のおかげでドラグレンが回転力に負けずしっかりホールドされている。はあ、バクリュースティンガー、焼き尽くせ、ホーズドラグレン。ターゲットに穴を。
よほど正確に狙わなければ無理な系統だ。コントロールタイプだと。クリア！穂村選手、現時点でダントツのスコアです。どないしたんやろ。穂村さん、何かトラブルでも。ご心配なく。穂村さん、そのちょっと目が回って。ナオヤ大丈夫かい。まあね、ありがとうかける。皆さん、改めてよろしく。これからも一緒に楽しくクロスファイトしようぜ。なんだよ、すごいんだか。すごくねえんだか。さっぱりわからんやっちゃ。俺の思い過ごしだ。言葉じゃ語れない想いがある。だから何も言わず行くんだ。この胸にまで嘘はつかなくていい。眼差しはそのままで。南ブロックのチャンピオンが現れた。気をつけろ、とにかくヤバい奴らしいぞ。え、この人？次回もビーファイト！